西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今日はですね、中陽さん男性30代静岡県、この経済に関する質問が以前にもありましたが、西田議員の苦しい立場を分かった上で自民党内の状況を質問させてくださいということですね。でいうことなんですが、これは先週お答えしましたけれどもね、実は随分党内でも議論が変わってまいりました。かつてはプライマリーバランスということをですね、まあ、言っていた人もいたんですけれども、やっぱり選挙をやってですね、地元でさまざまな意見を聞いて戻ってくると、アベノミクスがまだ十分効果発揮していないよねと、で自分たちの地域ではこういうことをやってもらわなくちゃ困ると。でそうするとですね、当然財政出動をしなければならないわけですよね。しかし財政出動をしていくと、その時にですね、プライマリーバランスが悪くなると。だから歳出カット、無駄を削減していくという話も書いてくるわけですね。でそういう方向で来年の予算編成をしちゃうとですね、歳出カットというのを書いて予算編成しちゃうと、それはもう全く、消費税を延期してもですよ、歳出カットされてしまうと GDP 伸びないんですよね。だからこれじゃダメだということを、随分私も言ってきました。そして稲田政調会長にもですね、直接私と藤井先生がお会いしました。非常によく理解していただきました。で、そして今日のですね、その党内の議論も含めてですね、これは私は、随分、変わってくると思いますね。で総理自身にも、この年末にですね、直接我々藤井先生とお話して、そうだと、 GDP で名目 GDP で、この財政再建の目標は立てるべきだということを、非常によくご理解いただきましたので、これからが、この政策として現れてくると思います。で自民党の中でも随分そういう話になってきていると。やはり経済を第一に立て直していけないといけないと、まあ、こういうふうになっているのは間違いないと思いますので、皆さん方にもご期待いただきたいと思います。ありがとうございました。